はい、皆さんこんにちは。一月万冊作家の本間龍です。今日もですね、今日もと言うべきか、まあもう私たちずっと追いかけてるジャニーズ問題ですね、ジャニーズ事務所問題。これが先週、もう非常に大きな動き、いわゆるずっとスポンサー各社が動きが曖昧だったんですが、先週なだれを打って、スポンサー各社がもうジャニーズ事務所とは新しく契約しないという、まあ、そういう姿勢に転じてきました。まあ、そこのね、まあ、背景って言いますか、各企業、どういう企業がどういう行動を起こしているのかっていう話、まあ、これと、ジャニーズ事務所側はまた相変わらずなんか変な手を打って、例えば1年間事務所はもうお金いただきませんとか、言ってまたそれも顰蹙食らったんですけど、まあ、先週ジャニーズ事務所で一番顰蹙を食らったのは、まあ、なんといってもキムタクがですね、なんかこうちょっとわけわからない、メッセージですね、これをまあツイッターに上げて「Show must go on」とで「Peace Stay safe」って入れてですね、これがもうめちゃくちゃ大炎上して、で何か言えばいいのに何も言わずに削除したという、まあ、これが先週ですね、まあ、かなり大きなトピックになったんで、まあ、そういうのも含めてですね、今日はちょっとまたジャニーズ事務所の動向、スポンサーの動向についてジャーナリストの今井一さんとお話をしたいと思います。今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも。はい、まあね、先週やっぱりちょっと驚いたのは、そのやっぱりこの各企業のウルトラ手のひら返しと、はい、というべきかどうかもちょっとねお話ししたいわけですけどね、まあ先々週7日の記者会見ですね、まあ、これ僕これ先週でもお話しましたけど、僕も出席して、まあ、僕質問させてっていうか僕が質問して、今井さん考案のヒトラー株式会社とですねスターリン株式会社なんかねえだろうと。あんな社名変えないなんてありえないでしょっていう質問をまあしたわけですよね。うん、でそうしたら、まあ、先週になってだいたい10日過ぎぐらいからですね、うん、だんだんと風向きが変わってというのは、うん、7日の時点ではまだジャニーズ事務所のタレントを使いませんなんて宣言した企業は一社もなかったわけですよ。ところがまあやっぱり7日の記者会見を見た企業側が、はい、みんなもうこれはあかんともうこれはあかんのだとこの会社は、うん、その何か良くなろうとする気がないんだということがですね、まあ、はっきりしてしまって、でそこからどんどん離れていっているっていうね。で今そういう状況の中でジャニーズ事務所が先週発表したのが、今後1年間はもうタレントの給料じゃなくてタレントには、出演料というのはタレントに直接払うようにする、事務所は一銭もいただきませんみたいな発表と、それとあとあれですよね、被害者の補償の、具体的な補償を始めますって言って、ホームページを作ってですね、はい、そこにいろいろとこう書き込んでくださいって言って、またそこのねなんか文言もすごいそっけなくって、本当にこれ書き込むやついるんかみたいな、まあ、そういうね、批判が弁護士さんなんかからも出てるんですよ。っていうのはこれいろいろ自分の被害を書き込んで、自分の住所と名前を書き込むんだけど、一体これをどこの誰が読んでるんだかっていうのがはっきりしないっていうねつまりその情報が外に漏れてしまうとかいうことは本当にないのかっていうんで、割と弁護士関係からは評判が良くない、つまり評判が良くないことを小出しに事務所はやっている、なんだけど、まあそれも多分見透かされて各企業が今雪崩を打ってですね、ジャニーズを見限り始めているっていう状況が、まあ、起きてるんですね。はい、でそれをちょっとまあやる前に、まあ、このキムタクがね、やっぱり大炎上したのが、この7日の、記者会見の後にですね、まさにその夜かに、そのキムタクが自分の、インスタにですね、今写真出してるんですけど、まあ、ちょっと敬礼するみたいな顔をしてて「Show must go on peace stay safe」って英語で書き込んでる。でこれがまあ大炎上してですね、まあもう一体何を考えてるんだと。そのなんで大炎上したかっていうと、この「Show must go on」っていうのは、まさにジャニー喜多川が大好きな言葉で、まあジャニーズジュニアに対していつもこれを使っていたと、もうとにかく始めたら最後までやり通せ、簡単に言っちゃうとそういう意味の英語なんですけど、まあそんなことを7日の記者会見後にね、アップして、しかもジャニー喜多川がこれジャニー喜多川が好きな言葉じゃなかったらみんなで頑張ろうって意味なのかって、もう取れたかもしれないけど、わかるわかる、ね、でもやっぱりジャニー喜多川が好きな言葉だったっていうことをみんなが知ってるんで、でそうなるとわざわざそのジャニー喜多川が好きだった言葉を出してきてってことは、これはジャニー喜多川にエールを送ってるんじゃないかと。というふうに解釈されてですね、まあかなりね袋叩き状態になったんですよ、SNS 上は。でそうしたら彼はですね、何も言わずにそのインスタを削除してしまって、でその後それに対しては何の言い訳もしていない。だけどジャニーズ事務所でまあ7日に社長東山になったじゃないですか。東山の次にやっぱり年齢が高いのはキムタクなんですよね。だからキムタクもジャニーズ事務所にとっては、まあほらSMAP他の人たちみんな辞めちゃったから、結局キムタクってやっぱりもう東山に次ぐぐらいの存在になってるわけですよ、あの会社にとっては。それなのにまあ会社の足を引っ張るようなことをして、なのにそれに対する説明もしないっていうね、一体何者なんだっていうことで、まあ、大炎上を今もしているっていう。いやもう大炎上するのは当たり前ですよね。ですよね。やっぱり分かんない、なんでそれをやるのか分かんない。今回のこの番組を見てくださってる中には木村拓哉さんのファンたくさんおられると思うんですよ。そう気になってね、この間のことを気になって誰が何を言ってるのかもチェックしたいだろうし、見に来てくださってる人がたくさんおられると思うんですが、僕はね役者としての木村拓哉は好きなんですよ。武士の一分なんてすごい映画でしたよね、山田洋次監督のね。素晴らしいと思ったし、本当は実力は認めてます。ただ今回ね、今本間さんが言ったその東山氏に次いで年齢から言ったら年重から言ったらもう3つの指に入るぐらいの、もう言ってたベテラン中のベテランなんですよね。でそれだけじゃなくて年重だっていうだけじゃなくて、まあ稼ぎ頭の一人でもあるわけですよ。でジャニーズって言ったらみんないろんな人がいろんなそのタレントを思い浮かべますよね、嵐とかいろいろね。だけどもやっぱり木村拓哉のことを思い浮かべない人いないはずなんですね。それぐらいまあ言ってみたら象徴的な存在でもあるんですよね。それからもう一つ、一人の人間としてもういい年じゃないですか、50過ぎて。それがさっき言った本間さんの理由とまた別に。まだ22、23ならともかくね、50過ぎて子供もね成人してるっていうね、まあ言ってみたらおじさんがね、このことでノーコメントを通すっていうのは僕は無責任だと思う。ねえ。さっき言った理由で、ただ50過ぎだっていうだけじゃなくて、化石会社の一人でもあったし、年かさでもあるということでね、それをね、命なんかああ言えばに出てきて、4時間も記者の対応してるわけですよね。一方、木村拓哉はね、ショーマストゴーンだけって、そう。で、そのショーマストゴーンもね、それは木村拓哉さんをこう擁護する人は、ハリウッドで昔から使われた言葉なんだと、常套句なんだというふうに、それは事実でしょう。だけども、さっき本間さんが冒頭で言われたみたいに、ジャニーが愛用してた常套句だということが問題なんです。そうなんですよ。あの記者会見の直後にそういうことを、あのね、木村拓哉はそれぐらいのこと分かると思うんですよ。それを自分がしたら、あれはジャニーさんがよく使った言葉だよねっていうのは絶対出てくるっていうのは分かるでしょ。もう誰ね、みんなに言われるわけでね。そう、それぐらい分かるでしょ。分かるのになんでそんなね、子供じゃないんだから、もうこんな敬礼してショーマスゴーンじゃなくって、自分は自分で出るとこを出てね、命や東山君が公式の場でやったけども、僕も一言ちょっと言わせてくださいということで、やるぐらいの裁量を持ってほしいよね。ですよね。本当そこですよね。要するに、別にこの場では、この場っていうか、インスタだけじゃなくってね、何かこう積極的に発信するっていう気はないんかっていうね、この事務所の現状について、何かやっぱりだってみんな他のタレントももうジャニーズのタレントも発言してるわけですよ、何人もね。この問題については僕も非常に心苦しいとか、例えばですけど。みんななんか言い出してる。不十分とはいえね。そうそうそう。だけど、彼は言わなきゃ、逆に彼はもう言わなきゃいけない立場にあるはずなのに、まあ彼がやったのは、このショーマストゴーオンしかやってないわけでね。で、まあこれ、デーブ・スペクターが面白いこと言ってて、中日スポーツの、記事ちょっと今出してるんですけど、キムタクが削除したインスタ投稿の期限を解説したと。で、皮肉にも事務所の危機に当てはまっていると。で、これデーブさんの発言ですけど、キムタクが引用した「The Show Must Go On」っていうのは、何があってもショーは続けなければならないは19世紀からある表現であると。起源はサーカスのことで、動物が暴れたりで逃げてもショーは続ける。ジャニー喜多川のモットーでもあったが、皮肉にも事務所の危機に当てはまっているっていう、この動物が逃げてもっていうね。このあたりが、デーブのさすがだよな、みたいなね。あれなんですけど、まあ、言葉自体はだから別にいい。ただ、やっぱり、この問題を引き起こしたジャニー喜多川の大好きだった言葉をね、わざわざ使わなくていいだろうっていう。で、さらにやっぱり、まあ、今序列で言えばナンバー2、まあごめんなさい。ジュリーがナンバーワンだとしたら、ナンバー2が東山。違いますよ。企業の中では東山が社長だって言ってるけど、事実上は東山はナンバー2なわけじゃないですか。で、キムタクはやっぱり多分ナンバー3ぐらいに値するんですよね。で、この人が、やっぱ反省してねえんだなっていうふうにみんなに思われちゃったっていうのは、これものすごいやっぱりマイナスポイントで、で、それがやっぱり、次にちょっとお見せするんですけど、今ちょっとお見せしますのは、このジャニーズタレントの姿勢の主な企業の対応っていう表でね、これが12日と13日で、もうなだれを打ってみんなやめますやめますやめますなって言ったわけです。で、これ企業なんかのこういう意思の決定でもやっぱりね、このキムタクのツイート、ごめんなさい、インスタなんて結構影響があったんじゃないかと思うんですよ。まだこんなことやってるっていうね。でまあ今表を見せてますけど、12日までに契約更新見送り、まあ、ね、契約をもうぶった切るって言ってる企業はまだないんですよ。もう今日もう辞めるっていうね、企業はまだなくて、そこがまあ日本企業っぽいんだけども、12日までに契約更新、つまり例えば今年度3月までの契約があるんだったら、新規の公開はしません。で、今例えば CM やってるのを、中止したっていう企業はあるけれども、契約自体は切らないで年度内はやりますよっていう、まあ、そういう、見送りって言ってるんですけどね。東京海上日動とか JAL、アサヒ、キリン、サントリー、まあ、ここあれですよね、飲料は全社がもうやらん、13日に札幌が遅れちゃやばいっていうんで、13日になって札幌も参加してきたんでいやらしいな。もうみんなね、やっぱり日本企業らしい、みんな横を見てね、うちも動き出すとね、バスに乗り遅れるなみたいな感じで、みんなが反対になるっていう。だから日産、マクドナルド、第一三共、花王、モスフードサービスなんか一時はですね、契約やりますって言ってたんだけど、まあ多分周りが一斉に回り右にしたんでやべえと思って、モスもすぐやめたんだと思うんですよね。ダサい企業やな。まあそういうふうになるとダサいよね。ダサい。言わなきゃいいんですよ。うちは続けますって言わなきゃいいのに、なんかね、これ言ってたのは13日前ですよ。13日前にはモスとか不二家とかは契約は続けますと、関係ねえっていう態度を示してたんだけど、まあみんなね、ドミノ倒しみたいになっちゃったんで、モスも不二家も結局はやめると、見送りにしますと。で今ですね、割と対応が分かれ、今いや、それでも絶対に使うって言い切ってんのは、福島県 TOKIO、TOKIO化。もうずっと TOKIO はね、一生懸命やってくれたと、だから自分たちは契約をやめる気はないって、地獄を見た福島県民に寄り添ってくれたって発表してます。なるほど。今のところね、そこまで言い切ってんのは、ちょっと僕が見てた限りでは福島県ぐらいかな。これだからもともとその飲料関係で一番最初やったのはアサヒグループですよね。これはアサヒですね。これね、結構すごいのは、アサヒグループで日課ウイスキー、アサヒビールだけじゃなくて日課ウイスキーなんかも、今アサヒグループに入ってるんですけどね、勝木敦さんっていう社長が、朝日新聞のインタビューを受けて、顔出しでね、言ったことが、11日付の朝日新聞に紙面とデジタルと紙と両方でアップされて、これがものすごい話題になったんですよね。で、昨日聞いたことを言ったのは2つ言ってるんです。1つはね、取引を継続したら、つまりジャニーズ事務所と取引を継続したら、まあこれまでなんか23人使ってきたらしいんですよ、タレントを。今ね、その記事出してます。で、取引を継続すれば私たちが人権侵害に寛容ということになると。そうですね。だからそう思われたら困るから継続はしないと、私たちは人権侵害に寛容じゃないんですよ、というふうに言ってるんですよね。でもう一つね、この人のねセリフで、すごくいいのはね、人権侵害を人権侵害、ごめんなさい、人権を損なってまで必要な売り上げっていうのは1円たりともありませんって言ったんです。名言でしたよね。名言ですよ。人権を損なってまで必要な売り上げなんて1円たりともありませんと、うん、これ名言ですよね、うん、なんかもうこういう率先してこういうことをちゃんとはっきり言う人と、うんうん、モスバーガーとえらい違いやなこれいやきっとねうん、そこまで考えてなかったんですよきっと。アホだなっていう話だけど、うん、ちょっともう 俺ずっとモスバーガー好き、マックじゃなくていつもモスバーガーしか食わなかったけどちょっと考えさせてもらうわ。もうこんなアホな企業のハンバーグ食いたくないわ。あーまあね、そうなっちゃうよね。なるよね逆にね、うん、でもねそれ大事なことやよね、うん、大事なこと。こういうことで人権について鈍感なところはやっぱり淘汰されていくということをこうやっぱり見せしめないといけないから。そうですそうです。やっぱりまあ僕はもうこの20年間朝日ビール飲まないでキリンばっかり飲んでるけど、ちょっと今週はまあちょっと朝日飲んでみようかなっていうようなね、うん、それぐらいの応援も僕らもしないとねやっぱり。そうですね、うん、まあそれで朝日のこの社長がそういうことを言ったんで、はい、おそらく慌てたのがこのサントリーの新浪社長ですよね。今その経済同友会のトップもやっているということでね、彼がだから12日火曜日にですね、はい、経済同友会の、定例記者会見で、はい、まあかなりきつい言い方でね、現体制は本当に真摯に反省しているのかどうか、うん、大変疑わしいって、うん、経済同友サントリーの社長としてもだけど、うん、経済同友会のトップとしてそういう発言したんですよ。なるほど、うん、でもちろんサントリーとしても、もう新規の契約はしない、うん、だけど、うん、やっぱりここで大事なのは、うん、経済同友会の代表として大変遺憾であると申し上げたいってやっぱり言い切っちゃったんですよね、うん、ここで。なるほど、うんうん、これもねだからね結構ね朝日の社長の文言と一緒にね、うんうん、まあ日本の企業が一番よく見ているその立場っていうんですか、うん、その経済同友会、さらにはもしかしたら今後経団連の会長とかがね、うん、遺憾であるなんて言っちまった日には、うん、日本の企業ってそっちの方ばっかり見てるから、はい、すぐにそっちに右習えするじゃないですか。その中で経済同友会という、まあ、一つの大きな経済団体が、うん、のトップがこう言ったら当たり前だけど経済同友会に入ってる他の企業もうちもどうしようかなって。やっぱりサントリーさんについてった方がいいなって、まあ、普通そう思いますよね大体ね情けないというか残念ながらねまあそういうことですよね。だからね、うん、一応サントリーは被害者の救済策や再発防止策について書面で申し入れをしている。納得がいく説明があるまではジャニーズ事務所との新たな契約は結ばないっていうふうにまあ言い切ったわけなんですよね。まあそれで12日にこの発表をした後にですね、まあさっきお見せしたんですけどこの一覧表、13日になって札幌とかモスフードとか明治、トリドールとか不二家、農林水産省、農林水産省もね最初はね城島君、うん、やめることは考えてないって、うん、農水省も最初は発表してたんですけど、うん、ここもいきなり手のひら返したんですよ。だからまあやっぱり大きい朝日とか、うんうん、やっぱりサントリー、そして経済同友会のトップが、うん、これはいくらなんでも無理だって言ったのはね、うん、ほら、うん、朝日の社長も。うん、記者会見を見て本当に失望したって言ってるんですよね。何も変えてないじゃないかって、であと変わろうとする気が見えないって、うんうん、まあそういう回だったんだけどね。いやー、まあこれは大きい。まあ反応としては正常な反応やね、健全なね。うん、非常に健全。うん、健全ですよね。うん、でね、こういうことになるとね、うん、一部の人たちがね、本間さんや今井さんは被害者への補償を十分しろと言ってるけども、うん、こんな風になったらジャニーズ事務所の収入がどん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 細っていってね、うん、どんどんじゃなくてガクッと細っていってね、十分な補償ができなくなってしまうけど、それでもいいんじゃないですかみたいなこと、いいんですかっていう人も、うん、言う人がいるんですよ。でもね、大丈夫です。もう明日から収入ゼロになっても、ジャニーズ事務所がこれまでの蓄えがすごいから、うんうん、それで十分保証できるよね。そうなんですよ。あ、違う画面出しちゃった。うん、それが一番象徴的、どこ行ったかな。あ、はい。それね、現代ビジネスの記事であるんですけど、今見せるんですけどね。算定されたジャニーズ事務所の驚きの企業価値、買収を諦める大手芸能プロっていう記事があって、まあこれ現代ビジネスの方でいろいろと鑑定したら、ジャニーズ事務所の今現在ですよ、今現在の企業価値って何やらかやら、うん、不動産やらも全部入れて、うん、2700億円、うん、2700億円の企業価値があるのではないかっていうね。主な資産は音楽著作権、うん、所有不動産、うん、そして膨大なファンクラブ。ファンクラブの会員が、うん、どれぐらいいると思います？今井さん。まあ200万ぐらいいるんじゃない？もしかして。1200万。ちょっと待って、日本の人口の10分の1やんか、それ。でしょ？これにはからくりがあって、はい、なんでまずファンクラブに入らなきゃいけないかって言いますとね、嫌な予感してきた。入会金1000円、うん、年会費4000円の5000円、はい、ファンクラブには入らないと、うん、チケットが買えないんですよ。うん、ひどいシステム取ってんねんな、コンサートの。で、しかも、うん、プレミアチケットっていうのは、殺到するじゃないですか。仲間内で。はいはい。で、つまり、うん、そうなると、何口応募できるかが、うん、確率を上げますよね。当たる確率を。はいはい、だから、自分とか、親兄弟、友人、親戚の名前を借りて、10口、20口持ってる人がいっぱいいるっていう。じゃあ実際は1200万じゃなくて、もしかしたら120万ぐらいかもしれないわけだ。まあもうちょっと多いかもしれないけど、実際は200万ぐらいかもしれない。うん、じゃあ俺ぴったしだ。わかんないですけどね。で、そこからですよ。はい。毎年500億ぐらいの売り上げがあるっていうんですよ。そのファンクラブ絡みだけでね。さあ、つまりコンサートとか、あとほら、うん、物販。はい。物販とか、うん、いろいろあるから、ここで400、500億ぐらいの売り上げがあるんでね。つまり、CM なんかやらなくても、テレビに映らなかったとしても、うん、はい、コンサートさえ開催できれば、はい、ファンクラブがやめなければやっていける。だから事務所は1年間、うん、事務所はお金もらいませんと、はいはい、タレントに直接払いますって言えたわけですよ。うん、痛くも痒くもないわけだ。ずっと痛くも痒くもない。なるほどね。これがね、まあ確かにこれがジャニーズ事務所の最後の拠り所ですよ。本当に。まあ今はだから CM なんてはっきり言って、それ、余力なんですよ。余力なんですよ。言ってしまえば。力の源泉は、このファンクラブの、ファンクラブとコンサートで集まってくるお金。そうなのか。で、ただ、ちょっと指摘が出ているのが、はい、例えば後楽園球場、後楽園ドームのね。びっくりした、後楽園球場か。古い言い方ちょっと。わかるわかる。昔のね。ビッグエッグ、はい。ビッグエッグとか、うん、ああいうところって、うん、やっぱり親会社、例えば読売じゃないですか。そうですね、はい。そうすると、読売が貸さない可能性がある。貸さないって言い出したらどうなるんだっていうね。あ、例えば埼玉スーパーアリーナとかありますよね。はい、あるある、いつも使ってるよね。埼玉スーパーアリーナはどこになるんだ、うん、埼玉県なのか、これ、まあ、ちょっと今すぐ分かんないんですけど、うんうん、要するに大きい会場であれば大きくなるほど当然胴元も大きいじゃないですか。うん、はい、でその胴元の会社が有名な会社であればあるほど、うん、当然今までずっとご紹介してきたような、うん、そういうジャニーズ事務所に、そのジャニーズ事務所とまあ仕事することになるわけですよね。うん、ビジネスをすることになっちゃうから、それでいいんですかって批判される可能性はある。なるほどな。でそしたらじゃあ例えばいやうちはもう貸さないと、うん、いうことになるとちょっと根幹が揺らいでくるっていう話ですけど、これはもうちょっと先じゃないかなっていう気がするんですよね。いや、うん、だけどさ、普通に考えたらうちは貸しませんっていうのはちょっとやりすぎじゃないか、タレントいじめじゃないかみたいな、まあそういう批判も起きるでしょう。出てきそうやけども、うん、なんかそのお役所仕事だから、うん、お役所の中には例えば10人15人の人があんなジャニーがやってたような事務所を貸すな、うん、俺たちの税金のドームを貸すな、うんうん、そう言ってくる人が十数人いるだけで俺も貸さないと思う、うん、ですよね。ありえますよね。ありえる。例えば地方のもうちょっと中ぐらいの、うん、中ぐらいのね、うん、とことかね、うん、ありえも、うん、十分ありえると思うんですよ。ありえる。ね、何百人何千人が言わなくてもね、うん、もう皆さんね、地方のそういう自治体の関係者って担当者って、うん、数人十数人が強く言ってきただけでもうね決断するんですよ。うん、ですよね。まあ、だからねじゃあ会場使えなかったら即ダメかって言ったら、有料配信があるじゃないかとか、うん、あ、なるほどね、もちろんやり方はねあるんですよ。あるんでね、うん、すぐにだから、うん、屋台骨が崩れることはないだろう。うん、つまりちょっと今言いたいのは、今 CM が降板してて、うん、で CM 降板するっていうのは要するにスポンサーがつかなくなるっていうことですよね。はい、でスポンサーがつかなくなるっていうことは次に何が起きるかっていうと、テレビが、うん、テレビ局っていうのは全部スポンサーの意向で動いているので、ジャニタレを使った番組を作れなくなるっていうことになる。じゃあ今までと逆じゃん。そうです。ジャニタレを使いたいからいろいろ忖度斟酌してやってきたのが、うん、そうか、朝日さんはジャニーズのタレントを使わないと、うん、もう人権損なうの1円たりともっていうんやったら、うん、普通の僕らの番組も出さない方がいいんかなって逆に考えちゃうわけか。うん、ですよね。逆忖度、今逆忖度ですよね。まあ要するにアサヒビールがスポンサーについている番組が各局にありますよね。うんうん、でその番組が例えばワイドショーであるとか、はい、ミュージック音楽関係だったとするクイズ番組であっても、クイズ番組でも、うん、でそこにジャニーズタレントが出ていたら、うんうん、今後はどっちに気使うかって。今までは当たり前ですけど、ジャニーズに気使ってたんですよ。事務所にね。事務所に。うん、で、スポンサーは後からついてくるんだよって思ってた。そう。だけど、今回朝日がああいうことを言ってしまったとなると、うん、じゃあ、社長があそこまで言い切っちゃったからね。うんうん、あそこまで言っている朝日が、じゃあ、うん、ジャニーズタレントが出ている番組のスポンサーなんてやるはずがないわけです。そうね。でそうなるとテレビ局は今度手のひら返して「朝日様!」ってなってスポンサーやめられると困るじゃないですか。だってでそうするとジャニータレはテレビにも出られなくなってくる可能性が高くなってきたってことです。本間さんさまあ、元博報堂の本間さんだったら分かると思うんだけど、うんね、つまりこれまでの交わした契約については履行するけど、うん、新たな契約は結ばないということになったら、ね、今言ったようなことが実際に起こるかどうかが分かるのは、うん、一体何月ぐらいからですか？まあ、今9月ですよね。うん、でジャニーズ事務所に限らずテレビっていうのは春と秋の改編あるじゃないですか、だから3月あごめんなさい4月10月ですよね、で10月はもう間に合わんと、だから企業もそこは文句あまり言わないと思う、だから次ですね、来年の4月の公開、4月の番組変更で、つまり、その辺の交渉っていうのは大体今年の、まあもう11月までに12月ぐらいからもう始まりますね。その頃ということは4月になったら可能性としてそれが情報系の番組であってもスポーツ番組であっても、うん、バラエティーであっても、うん、何であっても突然ジャニーズのタレントがみんないなくなってる可能性はあるわけ。ありますね。だから日テレがね、はい、何でしたっけ、櫻井翔、はい、出してるじゃないですか。ニュースで出してますよね。ニュースキャスターとして出してる。で、あれは継続するって発表したけど、それはもう間に合わないんですよ、契約のあれが。なるほどね。まあいきなり切るっていうね、一番ほら、例えば櫻井翔が何か事件を起こしたって言ったら、それは切るってあるでしょ。だけど、彼本人が何かしたっていう話じゃないから、さすがに切れない。だから切らない。だけど、来年度は僕はおそらくいなくなるんじゃないかなと思う。ああ、そう。年内いっぱいで、契約が円満退社みたいなね。はあ。多分そうなっていく。じゃあ、このショーマストゴーンのキムタクも、まあ、ブラウン管から消える、ブラウン管って古いな。テレビから消える可能性ないけどね。テレビから消える可能性あるわけや。ありますね。つまり、彼がジャニーズ北側に対して、なんていうのかな、いまだにこう、従属的なね、立場だっていうふうに思われている限りは、まあ彼今一番大きな CM としては、マクドナルドと日産があったんですけど、そうやっちゃい日産、この2つともに新たな契約はしないって言ってるわけですよね。で、もう一つの彼の稼ぎ頭としてはやっぱりドラマ、民放のねドラマと、あと映画があったわけですけど、今言っていた理由で。例えばドラマを作ったとしても、今度はスポンサー集めが大変になるっていうことで、まあおそらく今のままであれば民放は来年キムタクを使ったドラマは作らないですよね。作れないって言った方が正しいかな。そういうふうになっていく。ということです。今の状況であれば。だからまあ結構ね、やっぱり今まではね、もうジャニーズ様も帝国ですから、本当の。だからもう甘やかされてきたというか、まあ本当に王様商売、殿様商売やってきたわけですよ。だけど、それはもういきなりもう手のひら返しが今起きていて、もうそれは通用しないっていうか、逆にジャニーズに残っているジャニーズ事務所のタレントだということは、要するにジャニーズについてってるんだなっていうふうに思われていれば、今後はもうやっぱり CM に出れないどころではなくて、番組にも出られないっていう、まあ可能性が出てきてるっていうことですね。ということはもうこれ4月の改編はそういう意味でも注目やよね。そうですね。テレビ番組がっていうか、企業がこれだけ厳しいことを言っているのに、うんうん、まだテレビ各社、民放各社が、うんうん、とりあえずタレントには罪はないから使うとかってずいぶんのんびりしたこと言ってたんですけど、はい、ついに一昨日かな、テレ東がですね、はい、あった新規契約はしないと、うん、っていうことをテレビ業界でテレ東が一番最初にびっくりまあ多分ね、テレ東一番扱い小さいんで、うんうん、だからそんなにジャニーズの大物タレント使ってないから、さあ逆に言うと使えてないんです。制作費が合わないから、そう使えてないんです、使えてない。だから多分他の民放よりは気楽なんだと思うんですよね。なるほどね。でまあ一応もうテレ東は新規の契約はしませんみたいなことを言ったので、そうすると、でも他のテレビ局は一体いつまでね、あんなアマちゃんのこと言ってるんだっていう話になるわけですよね。相変わらずテレビ局はもう本当に情けないよな。ね。まあ昨日までね、ジャニーズ事務所様ってやってたからさ、もういきなりなんかやっぱりね、変えられないんですよね。やっぱりね。もうそれが体質が染み込んじゃってるっていうかね。じゃあここで手のひら返しして、もしスポンサー各社も例えばですよ、3ヶ月ぐらいでじゃあこの辺でみそぎは終わったみたいなことでスポンサーがまた元に戻ったりしたら、もうテレビ局としては遅れて、お前ふざけんな、お前切っちゃうぞって言ったのにいきなりまた手のひら返ししなきゃいけなくなるわけじゃないですか。じゃあまた来年の10月改編でまた使いますって言って。情け。いやもうだから皆さんいつも言ってるけどね、テレビの業界のやつなんかそんなやつばっかりなんですよ。もうね、哲学も理念も何にもあらへん。もう銭金のことばっかり。まあね、もう話してても面白くないですよ、テレビ局のやつなんか。もうほんまに。ね、まあそういう状況の中でですね、まああっという間にちょっと時間来ちゃったんですけど、最後に、今日の最後にご紹介するのが、この、あれじゃないですか。ジャニーズの、この契約は、どれだ？契約はほら、太陽系にまで及ぶっていう。そう、本当かな、それ。これ本当なのかな？嘘でしょ？これと、はい、今ちょっと画面に出すんですけど、でもこれあれですよ、現代美人「週刊現代」ですよ。「週刊現代」の記事で「すべての権利は太陽系全域において事務所に独占的に帰属する」っていう。要するにその月面とか火星でタレントがなんか動きがあった時もそれは適用されるということか。分かんない。これちょっとこれマジですごいんやなってね。どこだっけ、これだ。はい。第2条専属契約書、これね、ごめんなさい、これね、事務所とタレントが結ぶ契約です。ああ、はい。だから、スポンサー関係ないんですよ。スポンサー関係ない。だから、僕もね、ちょっとびっくりした。俺も TOKIO の契約書見たけど、こんなこと書いてなかったと思って、当たり前ですよね。タレントとジャニーズ事務所ね。はい。で、その第2条に、こう記されていますと。おつ、タレントは、こう、ジャニーズ事務所に対し、日本を含む全世界を包含でしたっけ、これ。包含する太陽系全域における芸能創作活動のために第三者と交渉、協議する権限を与えっていうふうに書いてあって。日本含む全世界を含む太陽系全域における芸能創作活動、まあ、まさに今今井さんがおっしゃったように月面とか要するにね、大気圏を出たら国境ないですから、それは領空侵犯もないんですよね。大気圏出るまでは中国の領空とか、ロシアの領空、ここを侵すなとかあるけども、だから、言うてみたら、宇宙ステーションでタレントが活動する可能性あるよね、これから10年以内に。まあ、ありますね。そのことを意識してるんやと思う。真面目に意識してんのこれ。だから15年以内に月面でなんかジャニーズ所属の、こういうことがあったからもうちょっと難しいと思うけど、こういうことがなかった場合に、例えば誰かが月面に行く可能性もあったと思う、タレントが、そのことも意識してる。でも残念ながらもうそんな契約ももう今から考えたら本当に勘違いで終わったね。僕はあれかと思ってた、ジャニー喜多川がプレテダーだったんだから、プレテダーでも太陽系外から来たと思うんですよね。出た。太陽系外から来た、要するに外宇宙から来たわけですよ、宇宙人だから。なるほど。で来ていろいろ捕食しまくって、でまあ自分以外の連中には太陽系で十分だろうっていう、そういう意味の契約書かなと思ったけど、ちょっと違うな。いやだけどね、元に戻るけども、木村拓哉そろそろなんか発言しないといけないですよね。役者は役者、素の人間としては別もんやっていう考え方の人世の中いるけども、今もう時代が違うよ。それは違う。ハリウッドなんか見たら分かるように、やっぱりこういう社会的な問題、例えばロシアのウクライナ侵攻とかね、それから気候変動の問題とか原発の問題とか、本当に一流の役者は国際的な問題、社会的な問題についてきちっと発言しています。そうですよね。と同時にいい芝居もしてる、いい歌も歌ってる、それが国際的な一流の証なんですよ。それ考えたら、木村拓哉さんは、そろそろ発言をちゃんとしないと、もう時代からずれてますよ。ですよね。と言っときます。みんなが言ってることは、所詮キムタクってその程度やったんかと、こんなことでもね、自分に大きく関わるようなことでもね、発言できないのかと、情けないなっていうふうに思われてるから、もうやっちゃえ日産って言ってる暇があったら、もうちょっときちっと説明をした方がいいと思う、後輩のためにもね、後輩のためにも、後輩のことを考える、もう年齢なんですよ、彼はね。それをやっぱりやるべきじゃないかなって、僕も本当思いますんでね。来週、ごめんなさい、これ公開されるのは週明けだから、今週ね、そういう、例えばそういう動きがあれば、またそういうのもお伝えしたいなとは思いますね。ジャニーズ問題もね、かなり大きな動きが起きていますので、これも引き続き、やっていきたいと思いますんで、また見ていただきたいと思います。今井さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。皆さんどうもありがとうございます。またよろしくお願いします。どうも。